どうも、河野です。ですね、今月、10月はですね、ちょっとあの身内の話なんですけど、妹の誕生日でして、ね、今月末妹の誕生日ということで、まあちょっとですね、プレゼントと思いまして、購入しました。バン、こちらです。見えますでしょうか。あんまりちょっとブランドのことに関しては私疎いので、まあ、こちらのブランドのものを購入しました。何かというとお財布です。はい。で、これですね、妹にプレゼントするんですが、まあ、あのプレゼント用の包装とかも頼んでなかったので、まあ、このままですね、あのプレゼントしようと思います。ただ、これはちょっと妹に内緒にしてもらいたいんですけど、あの、プレゼント前に、これを開封を取ってますので、内緒って言ってももうこうやってね、公開してる以上もう内緒も何もないんですが妹よ申し訳ない、すまんということで開けていきたいと思います。まあ今回開けるだけです。開けて、ちょろちょろっと中身を見るだけです。はい、では開けまーす。はい、中身こうですね。 できるだけもうプレゼントものなんで、もう開けず、いろいろシワとか傷をつけないように開けていきます。でこちらがですね、この度はお買い上げありがとうございますということで、まあ挨拶状ですね。挨拶状と、この中が本体ですね。取ります。じゃ開けていきますね。できるだけシワとかを入れないように。よっよっと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 、よいしょ、じゃん、スヌーピーのお財布です。ちょっとやりますね。よっこいしょよっこいしょ、スヌーピーのお財布です。お財布、妹がスヌーピー好きなので、これをですね、これ裏です。はい、購入しました。でですね、このキャラクターが入っているものは、この一色展開なんですね。この一色で。で、他、いくつか、キャラクターのこの柄がですね、違うものと、あとその、こういうお財布の形状が違うもの、長財布だったり、二つ折りだったり、革だったり、合皮だったり、まあ、いろいろバージョンがあって、それの中の、こちらを買いました。でですね、まずここに背面ですね、ここ、なんつうんだ、この裏面の部分の背面にポケットがあります。ここ見えますかね？ポケットあります。それとここ開けていくとですね、開けていくとボタン式でつながってて、カード入れ。で、こう開けてカードとか紙幣とかレシートとか入れることができます。ちょっとここ、持ってるとこ、すいませんね、ちょっと名前を刻印で、入れちゃってるのでちょっと、ね、ちょっとここはですね、ちょっと外せませんですね。で、ちょっと降りたくないんだよね。降りたくないんだけど、ちょっとなんかいい方法ないかしらね。傷をちょっと入れたくないんでね、使用感もね。でね、でねじゃないですね、ここはコインケースになりますね。ジッパー式の、まあ、コインを入れたり、まあ、ちょっとしたものがこう入るっていう、見えますかね、見えますかね、こういうね、形になります。はい、これで締めます。できるだけこうシワを入れないようにね、使用感もこうね、使いましたねって形に見えないようにで、大きさなんですけども、ちょっとメジャーで、まあちょっと使い古しのメジャーで申し訳ないんですけど、まあちょっと汚いんですかね、ちょっと汚くてごめんなさいね。はい、メジャーでこう当てて、約横が19センチ、縦が反対がいいかな、この本約9センチですね。約9センチ
まあ10センチと思ってもらえれば間違いないのかな。10センチと思ってもらえれば間違いないですね。で、厚みが約4センチあります。約4、ちょっと4センチ。なので、まあこれ、まあ使う方によってはですね、まあ私なんか財布は基本的にポケット、ズボンのポケットなんかにこう入れて持ち歩くんですけど、そういう方にはちょっと不向きなサイズになりますね。で、私はもう基本的にお財布あんまり持ち歩きたくない人なんで、これぐらいの厚みになるとちょっとポケット入れるのは大変なんで、まあ、こういうのはもうバッグの中に、バッグで持ち歩くよって方だったら十分いけるものだと思いますし、これ、大人の方使って、年齢層問わない、形じゃないかなと私個人は思います。なので、まあプレゼントですね、彼氏彼女、まあどうかな、男性の方でもいいでしょうね、こういうデザインだったらですね。彼氏彼女でね、もういいですし、家族の方へのプレゼントでもね、お父さんお母さんのプレゼントでもいいんじゃないでしょうか。結構ね、可愛らしいデザインで、スヌーピー大きくあしらってますしね、いかがでしょうか。ではまた、面白いものありましたらね、動画あげたいと思います。で、妹よ、申し訳ない。では、また。